ケンジの部屋ルー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 ルというわけでですね、こんばんは、ダルビッシュケンジです。ただいまですね、ここは東京でございます。気圧の関係で若干しぼんでおりますけれども、私ダルビッシュケンジがお届けする夢のようなトークバラエティケンジの部屋でございます。今回はですね、去年の年末にお送りしました一人じゃんけん24時間の、決勝戦の模様をね、お送りしたいなと思っております。あとですね、本日スペシャルゲストで麻生太郎さんが、やってきますので、そちらもね、今回はこれからの政治の話や肉体関係の話などいろいろね、深いところまで掘り下げていこうかなと思っております。あとですね、私たち、金爆少女隊、あ、違いますね、ゴールデンボンバーですね、ダンスマイジェネレーション、というシングルのですね、制作秘話ということでですね、どこの曲をどこからパクったかっていう細かいその、ストーリーをね、ノンフィクションでお届けしようかなと思ってます。そんなわけで意外に面白いじゃん。なんだよそのリアクション、やめてよ。普通に面白くてさ、なんだよその入るタイミング完全に逃す。びっくりしたよ、ツッコミに行こうと思ったけど、ジュン君じゃないか。いやどうぞどうぞ、ジュン君どうしたの今日は。ゆっくりしてってね。ゆっくりしてってね。はい、そんなわけで、ジュン君の部屋始まるよ。あ、NHK みたいな。はい、改めまして、本日のゲストはね、ノーゴットより団長さんがおります。いやいやいや、なんだよそのメイク。うん、やってみたかったんだよこれ。普段からやってるような感じじゃないの？あ、これね、でもね、あれだよ、ケンジ君がさ、ダンジェネのさ、ジャケットでやってたじゃん。やってたやってた。で、俺もう似合うかなと思ったんだけど、思ったよりただの浜森でさ、本人だよね。ケンジにはならなかったね。いや、ケンジさん元がいいからあれでいいんだよね。でもね、そのメイクしてるとケンジさん喋んなくなるんだよ。なんでなんでそれ。なんか化粧でほら、あの人ってかなり人格変わるんだけど。あれだ、アフリカのあれだな、狩猟民族みたいな感じだ。そうそう、民族みたいな。気温の内を高めるから。いや、しかもその格好もなんだよ、なんか。いやいや、だってさ、今日どうせおしゃれしてくると思って、俺も最高級のおしゃれしてきたよ。いや、俺もいや、なんかすごいので来ると思ったから、俺もなんかできる限りすごいの飛ばしてきた。いや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 、何言ってんの、白塗り学園ですよ、これ。白塗りしか着ちゃいけないんだからね。いや、まあ、それそうだろう。そうなんだよ。だからケンジ君にもね、いつかこれ。いや、上もさ。上はね、これ、ももクロの物販です。そんなわけでね、今回、ダーツをね、ダーツ、もう見てくれてると思うんだけど、ダーツで、当たったところをね、トークしようという感じでね。これを投げるのかい？そうそうそう、これそうだよ。これ死ぬよ、君に当たったら。俺こう見えてもね、すごくピントが悪いんだよ、目が悪いから。本当にすごいだからね、右目だけで見るとボヤボヤなんだよ。本当にいけるかな。いやいや大丈夫、まあ、最悪俺刺さってもいいよ。 OK、 そんなわけでね、こちらにダーツのね、ボードを用意しました。ね、トークテーマはね、すごいなお前。どうした？いや、今回ちょっと話してね、どんなにするお前すげえな。いやだ、これだよ、これ、こんなバンギャルは嫌だ、いやだ、楽屋でイラッとするバンドマンの行動、ゴールデンボンバーの嫌いなところ、これしかないでしょ。俺たちが喋れることなんてこれしかないんだよ。まあ、確かにね。そうだよ。確かにねかな。オッケー、やっちゃおう。さあ投げよう。オッケー。あー、投げちまおう。これいけるかな、いけるかな。あ、ここに投げろってこと。いや、違う違う違う、こっちからね、ここでしょうね。あ、こっちね、オッケー。うん、いくぞ。え、俺本当にできるから、すげえだなんだよ。当てよう。おいおいおい、きた。はい、読んで読んで。はい、こんなバンギャルは嫌だー、嫌だー。おい、ちょっとお手柔らかに頼むよ、マジで。さ、キリュウイン翔とまあ仲いいじゃないですか。まあまあ、ね、で、僕もまあキリュウイン翔と話すときに、はいはい、よく団長の話になるんですよ。ほうほう、なるのね。ほう、そしたら、あんなにまっすぐな男はいないよと。あ、俺、うん、言ってて、思ったことすぐ口に出ちゃう。そう、思ったことだ、普通に考えればダメなことはあいつ言うからねと、うん、俺だってこの間ね、うん、もう基本的にもうね、まあ、ダメだなと思ったらすぐ言っちゃうから、うん、口に出ちゃうし顔に出ちゃうから、うん、まあ、それダメだダメだってすぐ言っちゃうんだけど、うん、だからね、一番何も言えなかったのがね、うん、昔ね、これも結構つらかったんだけど、うん、俺が久しぶりに心折れたのがあって、うん、イーストでね、うん、でっかいイベントだったの、うん、で俺らが出て、うん、その時確かね、大吾さん、うん、今ブレイカーズの、あとカヤ様、カヤ様ね、カヤ様が出てて、はい、俺らの後がカヤ様だったの、はい、でさ、こうバンギャルちゃんってさ、なんとなくなぜか出順知ってるじゃん。ね、なぜ、あれなぜ知ってるの？誰かと繋がってんだよ。あ、そっか、誰かと繋がって、うん、情報を持ってるのが、まあ、俺、うちらのバンド何番目に来るから、出るから来てと、前後教えてみたいな、ね、多分分かってんだよ、うんうん、でね、まあ分かんないんです、どういうのか分かんないけど、うん、まあ、とりあえず俺らのお客さんのすぐ後ろに、うん、もうね、明らかにゴシックな人がいた、いっぱいで、もう絶対かやさんのお客さんが来るなって分かってたわけだね。まあでもほら、そういう耽美なものをさ、好きな人ってさ、うん、やっぱ俺らみたいなのって受け付けない部分があるじゃない、色物みたいな感じでね。そう、だから、俺もそうだ、うん、だからやっぱ俺的にはその耽美が好きな人でも、その
なんか伝えたいものはあるぞと、うん、一度見てほしいなと、うん、でこうバッと開いた瞬間に、うん、あ、加谷さんのお客さんが結構ゴシックの人が多いなと思って、うんうん、いや今日はお前たちにも歌届けるぜ って、うん、パッて巻いてた瞬間に、うん、あの2列目が全員目つぶったのこっちそんなことあるこうやって本当に本当にえあもう見えない見えない汚いもん見えないみたいになってそんなってまさかのってえ言うてもノーゴットでしょ言うてもノーゴットですよええ私の眼球には汚いものは映らないみたいな本当にそんなことありえるの俺その時にねガラ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 って崩れた崩れた心の音折れたあこれがガラスの銃だよ心の折れる音が聞こえた折れる、うん、カリンカリンっつってあれはね怒りとか悲しみとかじゃなくてねシュンってしちゃったもう無になっちゃったふーってその後のライブどうだったのね、とにかくね遠くを見たイーストのピーラクばっか見せた本当にお前しか味方がねえっつってそんなことあるんだあるんだよ不思議なもんでねそんな話いっぱい出てきそうだねいっぱいあるよあれだうんこれもすげえムカついたんだよ聞かせてちょうどちょうどさ今ほらバレンタインやったじゃんこれ、はい、バレンタインいっぱいもらったね僕はね、お断りしてるんですよファンの方からのオンのチョコレートっていうのあじゃあ歌広場純宛てのプレゼント全部こちらなんでだよダメだよダメそういうのやめようぜマジで本当に来ちゃったりしてもさどうしようかななっちゃうでしょいや食べるよ俺と妹でお前はやりそうだな本当にお前はやりそうだだからそのね、うん、バレンタインの、うん、時期がちょうどあってあります、ね、ライブの日がそうです、ね、ちょうどね昔なんだけどライブの日に、うん、ちょうどバレンタインが重なってあもうバンドマンのあれだそう、ま、お祭りだお祭り、うん、クリスマスと誕生日とバレンタインっていうのはね、うん、金品財宝をもらえるっていうね盗賊じゃないんだから竜宮城みたいなもんなんだよ俺たちからしてるよねそれでその竜宮城の季節がやってきました、ね、はいはいはいでまあ俺基本的に貴金属とかあんまりつけないんだけど、うん、ブランドの名前とか分かるんだよ、うん、で俺の差し入れの中にね、うん、ロイヤルオーダーっていうこんぐらいの紙袋ちょっとお高めの感じですか、うん、うわこれ知ってるって思って、うん、結構高いやつだなと思って、うんまあ、で結構さバンギャルちゃんってさ差し入れとの中身とさ、うん、紙袋全然違うことないあるあるある中身と袋が違うは全然あるよそうだからそういう、うん、どうせそんなのってパッと開けたら、うん、箱ができたの、うんうん、ロイヤルオーダーって明らかにそのシルバーが入ってる結構重厚の箱、うん、紙にスポッと入るような、うん、重厚の箱が入ってきて、うん、これはやばいなっつって、うんうん、なんだなんだっつってパッと開けて、うん、カラカラカラっつって言うから、うん、あやべえって俺もついにそういうバンドマンの仲間入りってそういうのもらうようなバンドマン昔よくこういう話聞いたけど本当にこういうのあるんだほうやったぜって楽屋みんな見てくれロイヤルオーダーもらっちゃったぞってメンバーにも俺ついにロイヤルオーダーもらえちゃうぐらいのバンドマンになっちゃったぜっ最低だ、うん、よし開けちゃおう開けちゃおうって、うん、バーンって開けたらチロルチョコバカ野郎っておーっなんだこれって勢いで笑っちゃったなんでチロルチョコなんだって お前が面白い動きするから勢いで笑っちゃったけどこれはね、うん、苛立ちを通じ越してねすぐ食ったらパクパクパクってうまいしいってやっぱ安心のチロルチョコってバカ野郎ってあれはね頭きたねあそういう嫌がらせ嫌がらせじゃないよあ嫌がらせだなんて嫌がらせじゃないわざわざロイヤルオーダーの本物の箱使ってチロルチョコ渡すんだったらさ、うん、投げられた方がまだましてオラオラって豆まきみたいにさ頭くんなのかなと思って危ね落ちなんでこうねそういうなんかデリカシーのないことするかねおめえがだよでなんで普通に受け取れないんだよえ、それか勝手に勘違いしたのお前だろいやいやいやだって明らかに悪意を感じるじゃん本当に悪意でしょだってわざわざロイヤルオーダー完全にどこまでもロイヤルオーダー俺それね、うん、俺一回 PSP でもやられたんだよ、うん、PSP でも PSP の箱が来てたらわーっつかって、うん、あんまゲームやんないけど PSP してるぞ、うん、これでモンスターハンターできるって、うんうん、開けたらねあのね、うん、あの酔っちゃいんからめちゃめちゃ来たんだバーッつってうわーっ基本駄菓子なんだねそうだね俺で遊ぶのやめてくれいやでもいいじゃん確かにね お前が思った以上のリアクションはしてるよ楽屋でその話回り回ってその面白かったって伝わってるじゃん今のそうだねだから本当にいろいろねバンギャルちゃんにはねいろいろ迷惑かけられたよかけられてないよかけられたよまあでもねだってなんだかんだで嬉しいじゃんやっぱまあそうやってねなんかねもらうものはお手紙とかねそうですよ差し入れとかいただけたら嬉しいなお手紙もらった時一番嬉しいけどな俺ねあまあ確かにね、うん、相当な量もらうでしょもらう全部読んでるよ俺選ぶよ、うん、まあみんなバンドマンやっぱ本当何度も言うけどバンドマン手紙全部読んでますから本当にマジで俺はね絶対読む絶対なんかバンギャルちゃんって読まないって思い込んでるよねあ思い込んでるね、うん、どうせすぐ捨てるんでしょそうとかさどうせ読んでもらえないと思いますがってさ違うよ読んでますよもうだここで一番俺が言いたいことはねここね、うん、これね分かった分かったやめてよ初めての光景だよそれゴールデンボーマーの嫌いなところ喋りたい喋りたいねいいよ喋っちゃうよ喋っちゃうとりあえずね売れすぎ本当に
いけないことですか。いけないことじゃない、悔しい。悔しい、うん、単純に妬みじゃねえか。妬み、つらみ、恨みしかないよ。さあもうぶつけてみろよ。悔しいよ、悔しいの。受け止めてやるよ。あ、いいのかい、ほんとね、うん、あのね、まずとにかくね、うん、あのね、あんだけね、あのね、面白いことやってきながらね、うん、みんなね、格好がいいことがムカつくね。全然だよ。いや、マジで、まあ、あのキャン・ユタカかっこいいと思うんですね。まあ、かっこいいな、あの子ね。で、ダルビッシュ・ケンジもすっぴんはイケメンで、ほんでいい体してるしね。かなり通ってると思うんですよ。うんうん、で、キレンショーも味方によってやっぱ可愛いと思うんですよね。そうだね。歌ひが別にやっぱあんまかっこよくないと思うんですよ。そうなんだよ。だから、お前だけが唯一の救いなんだよ。ほんとです。おい、死んじゃえ。ほんとね、純子の部屋でよかったよ。ほんと、お前だからよかったよ。いや、でもそうなんだよ。俺マジで悩んでてさ、うん、いや、でも整形するには遅すぎるんだ、もう。もう遅いね。もうバレるよ。そうそうそう。もう、あそこかいじったねと。ちなみにね、あの、ノーゴートっていうのはね、ノン整形。うんうん、ノン歯の矯正歯の矯正ぐらいいいだ。ノン植毛でね、うん、売ってるバンドなんだけども本当にすごいバンドなんだよ。そうなんだね、なるほど。だから、ね、モンバーはそのね、うん、結局なんだかんだルックスがいい。そうなのかな。ちゃんとね、そういうところでね、わきまえてんだよ。実際そうか。いや、そうだと思うよ。え、ゴールデンボンバー見てキャーイケメンって言ってる人いる。いや、みんな言ってるでしょ。何が悔しいって、本当のアイドルとお前らがテレビで共演してる時に殺意しか言いたがらないんだよ。この間あれだ、お前。何？お前、SK と共演しただろ。したよ。わー、もう何なんだよ。なんで、なんでだよ。あー、悔しい、あー、悔しい。金稼ぎたい、売れたい。稼いでんだろ。だからね、これ見てる人ね、うん、お願いだから CD 買って、ノーゴットニューアルバムね、うん、絶賛発売中だから。本当に。だってゴーダンスマイジェネレーションオリコン1でしょ、うん、ね、ありがとうございます。めちゃめちゃオリコン1なんてまずないよ。あ、そうかな。俺の今回のアルバム、ニューアルバムの、うん、オリコンの初週の順位知ってるか。51位中途半端だな、あいつって。なんだこれっつってなんかもうちょっとね、だってあれだよ、俺、うん、フォロワー、今ツイッターのフォロワー2万4千人ぐらいんだよ。おー、まあ、したら、まあ、あれ全然あれだからな、まあ、2万4千人いるのに全然、うん、なんだよ、うん、なんだよ、宮尾進さんなんだよ。わかんねえから。なんだよ、もう、いや、CD 買えよ、CD 買え。でもそうなんです、ビジュアル系バンドが生き残る方法は CD を買ってもらうことなんですよ。そう、あとライブに来てもらう。いや、そのためにはいい曲作ることなんですよ。お前そこら辺はどうなんだよ。曲の話は俺にすんな、うん、音楽の話はいいよ。ゴールデンボンバーと同じだ、それ。そMe too、 イエーイ。わかるわかる。なんで